すごい。これ。シュウちゃんなんか言ってなかった。濃いですね。この辺りがユーティリティシリーズっていう商品が並んでいまして、はい、ユーティリティは、まあはい、実用的とか実装的っていう意味で、はい、あのもうあの外観のテイストとしては、はい、まあ、ちょっとミリタリーな感じのデザインになって、はい、で一応この商品でいうと、はい、どういうところが機能的かというと、はい、生地全体に、はい、テフロンの撥水加工、撥水のテフロン加工をしてるんですよ。はあ。小雨ぐらいだったらもう弾きますし、泥汚れ、水汚れ、はい、こういったのも比較的使い、あの、つきづらいので、はい、本当ワークとかアウトドアで使っても、はい、服が汚れにくいのが一番の見た目と、本当にちょっとこれ裏地がですね、はい、まあ、メッシュで、おお、ただちょっと毛羽立たせてるんで、はいはい、春先とか秋とか。あ、それこうちょっと香りが欲しい時に、はい、もう1着あればね、もう万能に着回せる。ほんまに、それちょっと微妙な時期にパッといけそうですよね。実はこれちょっとファスナーのところにですね、はい、ちょっとこんなところに、はい、シークレットのポケットがありまして、これタバコを入れてね、いけますね。ちょっとしたあの、こういう加工。こう中学の時こういうところタバコを入れて、はい、覚醒。覚醒で、はい。めっちゃ深いですね、これ。そうですね、まさかここにあのポケットあるとあの誰にも思われない、誰にもこれ隠したいやつはそこに、ね、コンドームとか絶対ここにね、これは最高やな。で、あの似たような形で、はい、うわ、これ同じシリーズの撥水のフリースベスト、はい、これフリースで撥水なんですけど撥水加工してるんで、どういうことか、あの、まあ、これも水、あの泥、油汚れがつきづらい。そんな、これどう、めちゃくちゃなんか水染みそうな。染みそうですけどね。これ撥水なんですか？撥水かけてます。なので、あの、ちょっと寒くなってきた時に、はい、まあ、長袖 T シャツとかの上からもこれを羽織れば、めちゃめちゃいいですね。あったかく、はい、あ、で、あの、これ両方持ってる方は、はい、あの、このですね、このジャケットの裏側にもファスナーがついてまして、はい、このファスナーとこっちのファスナーが、あの、はい、合うようになるんですね。で、あの合体させ、アタッチメントで合体させると、まあ、こんな感じになりますので。ドッキングですね。はい、バルムワンみたいな感じですね。そうですね。バルムワンみたいな感じです。だからもう秋口からあのちょっと冬の寒い時まで、あの長く着れる。いけますね。はい、あ、で分けたらまたいろいろね。分けたらそうですね。いけますもんね。別として。あ、まや。これこんなことありえねえな。うん、あとこの、あの、かっこいいですね。MA1 タイプの、あのジャンバーの、はい、フェイクレザーを。あー、これ値段いくらぐらいだと思うんですか？5万8000ぐらいやろ。8000? ゼロ前引っ越し多いんですけど、2500円です。え、何も全部やる。例えが出てこないかった。出てこないですね。これもしっかりあの、あ、ありますね。今度この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 ポケットこれちょっとハズですか、これ。あの、サイズは少しサイズ L。わ、伸縮性がありますので、レザーフェイクレザーですけど、フェイク柔らかくで家庭用洗濯機も出します。グラフェイク入れもこの値段はないわな。うん、これないない。昨日のもつ鍋これぐらい、そうですね、1人前な。ああ、うわぁ、ちょっとこれは500円には多分見えない、見えないですね。いや、普通、まあ、もちろん普通にええよ、うん、普通にいい、最高やこれ、いいですね。わぁ、これ襟もついてますね。あ、そうですね。こっちはあの MA2 のジャンバー、ああ。ちょっと綿を入れてるんで、はい、であの、まあ、よりちょっと防寒性能が高くなってるので、はい、この襟自体は取り外しはできますので、ああ、では MA2 ですね。はい、うわ、まあ、人気のあの収納がいっぱいついたユーティリティのカーブパンツ。へえ、これがよくないじゃん。うん、収納が結構あるんですか？収納がそうですね。あと、まあ、こっちの後ろとかにもありますし、うわ。
うわ、これなんかすごいで、これ中と、ね、ここはペットボトルこれ入ってこれ面白いです。これシーズンはいつですか？シーズンはね、これの春とか秋とかですね。これすごいな。裏地がついてるわけじゃないんで。あ、はい、はい、春秋とかそういう時に、このサイズ調整は、まあ、これもちょっと簡単にこう引っ張っていただいて、で下にこう押すと、なるほど、止まるんですね。止まるんで、パチッと、はい、これええな、うん、ベルトの何の好きやねん、洗濯とか。でこっちの裾のところにも、はい、絞れるやつ、絞れる、はい、コードを入れてますんで、これで、ああこれ絞れるやつや、シュシュシュ絞れるやつや、これいい。なんかで最近こうなんかポケットめちゃめちゃ多いの生えてんねん。あ、まさにズボンでも、こっちも同じか、かっこいいですね。撥水、さっきと同じ撥水、油汚れ、泥汚れ、強いいけるんですか。はい、こっちも汚れます。めっちゃかっこよくない？うん、普通に白の長T で、うん、な、普通に着とったら、こんだけ入んねやったら手ぶらできるしな、うん、はい、これ単純に欲しいわ。これめちゃくちゃいいですね。これもちょっとした出かけぐらいだったらバッグだけど、財布、携帯、あらかた大体入ってる。これちょっといいですか？はい、あ、ええやん。あ、ええやん。3L。もうちょっと大きいかな。あの普通にええわ。うん、マジで、うん。色もいいっすね。普通に。この色がめちゃくちゃええなと思って。これとこれは色違いですね。そうですね。色が3色ですかね。そうですね、ブラック、アーミー、グリーン、サンドベージュの3色です。いや、これちょっとアーミーっぽくてええわ、うん、これ好きやね。値段見た？うん、2900円。はい、ないわ、この安さないわ。これ普通に安く見積もっても7800円。これはええな。いや、これめっちゃいいやろ。いい。いや、やばいっすね。中にはちょっと値上げさ価格改定させてもらってるものもあるんですけど、はい、これ去年のままなんで、値段はこの物価高のご時世で非常に機能と値段を比べていただいたときに、はい、お買い得な商品かなと思います。ちょっと最後値段見てたまげるんやけどな、うん、ここまで安い、おかしくな。これですけど、安い安い言うてるけど、これ見た目もいいし、いいし、機能もいいし、普通のハード欲しい、うん、マジで。比較的ちょっとゆったりめに作ってるんですけど、ちゃんとサイズ調整できる、まあ、このフードのところだったり、あ、ほんまですね、腰回りとか、はい、ちょっと大きめでゆったり着ても締めれるとこは、ね、はい、締めるとこは締めるので、はい、防寒もね、かけるし風も入ってこない。色がすごいいいっすわ。そうそうですね、使いやすい色、うん、この辺はもうインナーですね。この辺のもう売りっていうのはもう、うん、洗えるフュージョンダウンとか家庭の洗濯機で洗える、ダウンとハイポリマーと合わせて売ってますので、うん、家庭の洗濯機で洗えるっていうところと、うん、ちっちゃくなりますもんね、これね。そうそうですね。これ1個掘り物だったらめっちゃいい。ああ、いいね。カバンに山とか。あと今年ちょっと形で新しく取ったのがこの半袖の。はい、なんですね。メンズもあるんですか？あ、これメンズ。あ、珍しくない？うん。ベストだとちょっと 寒いですし、長袖だとちょっと袖が長くて動きづらいっていう方が意外とこのちょっとありそうでない半袖タイプ。あ、ことはありますね。これ洗えるフュージョンダウンが、まあ、去年もあったモデルなんですけど、ね、これも持ってた。一応これ今年新しく、はい、すごい似てる形、はい、一瞬似てるんですけど、ちょっとちゃいますね。この洗えるフュージョンダウン、アーバンダウン、アーバンフード、どちらかというとこっちはちょっとスポーツアウトドア的な、はい、雰囲気が、ね、
こっちは少し落ち着いた、はい、生地がちょっとワッシャーでちょっとシワ感を少し出しているものなので、こっちで前面にこうポケットがちょっと大きめのポケットがついているので、でっかい、ちょっとこう待ちあるので、こういったところに来ていただくといいかなというところです。今度も箱でいける、いけますか、箱で、箱で入る。色が黒と緑と、こちらの、うわー、これおしゃれですね。あとちょっと変わったところで言うと、これ防寒ジャケットって言うとどうしてもこう綿が入ってて、はい、着た感じっていうのはすごくあるんです。モコッとしますよね。これなんですね。え、まあ、すごいこうなんかあの軽くて、はい、ちょっと薄くてちょっと弱そうな感じなんですけど、はいはい、耐久撥水の、まあ、超撥水で50回洗濯しても大丈夫っていうところと、裏地がですね、あのちょっとこうすごく毛羽立たせてるので、まあ、持ってて非常にこう軽いですね。こう、あのあれですね、一応この商品あの売るときに、はい、ちょっと絶妙なエアリー感っていうので売ってるんですけど、ちょっと着ていただいたときになんか着てるか着てないか分かんないみたいな、エアリー毛先で遊ぶみたいな感じですね。そうですね、ちょっと空気をまとうみたいな。あら、でとあの締めていただくと、まあ、しっかりまあ防風があるので、ちょっと空気をまとって、あのおっしゃる通りだよね、リアリーか、まとってる、もうなんかあんま着てる感じしないね、軽い、むっちゃ軽いし、多分これぬくいと思うね、うん、今ここにある中で多分一番軽い。これカラーバリエーションは、カラーは黒と、あ、黒もあるんですね。あと今年パッと寒なってきたかなってなってきたら行きたいな、うん、あの隣のブースのところに、はい、でっかいあのエアコンがさっき回ってるんですけど、はい、まあ、その前行っていただいても分かるけど、全然あの風通さない。マジですか、はい、いや、もうこれで絶対多分ぬくいって、ね、もうすごいすごい、あと風やん、寒さって、うん、どう軽いのがね、うん、いや全然全然ちょっと修理来てくれ、うん、全然ちゃうね感じが。ちょっとエアリー感、俺だけではちょっともう無理や、伝わらへん。え、あ、ちょうどいいやん、そう、 T シャツだし。あ、そうやね。あ、もうあったかいわ。もうあったかい、中でうまか、もうあったかいわあ、めちゃくちゃ似合うで。もうあったかいし、軽いし、え、今日それ着てきたん。うん、なんぼ。2900円。いやいい、絶対ない2900円、それは。そんなええのはめちゃくちゃいいよ。